そういうことですよね。はい、こんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。今日はね、ちょっとね、聞こえますか？あんま聞こえへんかな。ちょっと近くで工事をしているので、もしかしたら工事の音が聞こえてしまうかもしれませんけども、やります、やります、やります。ということで、隠してたわけじゃないんですけど、実は僕、おかっちね、瞬読という特技を持ってるんですよ。瞬読、それ何なのかというと、一冊本を3分で読めるんですよ。3分で読んだことを、しかもアウトプットめっちゃできるんですよ。一冊を3分で読めたらすごくないですか？それね、できるんですよ。あ、隠してたわけじゃないですよ。でもできるんですよ、ね。で、実はね、以前にその瞬読講座体験記っていう動画で、それ関連動画に上げておきますけどね、それの動画で、実際僕が3ヶ月トレーニングをして、その成果がどうだったのかっていうのを発表したんですね。で、それを発表したんですけど、それから実はね、今ね、半年経ってるんですよ。で、それから半年経って僕ね、実はトレーニングね、サボってるんですよ。一切やってないです。それから半年間一切瞬読のトレーニングをやっていなくて、で、瞬読ではあんまりやってはいけないなって言われてる音読をしてるんですよ。今小説読んでるんですよ。小説を瞬読してたら思んないでしょ。小説はゆっくり味わいながら、リズムを感じながら、体験しながら読んでるんですよ。だから音読してるんですよね。これいわゆる左脳読みなんですけど、それをやってるんで、しばらく右脳を使った瞬読をやってない、トレーニングもやってないし、瞬読もやってないっていう状態なんです。半年間ね。で、その半年間やってないんだけども、実際今瞬読ができるのかっていうことをちょっと検証しようかなと思って、今回この動画を撮ってます。はい、半年間サボったんだけど、その瞬読の効果は今もそのまま続いているのかっていうことですね。はい、やりますよ、やりますよ。ちょっとドキドキしてるんですけどね、やります。だから今から実践します。今からね、僕はね、ここ2分53秒となってるんですけど、3分でね、本を読みます。はい、3分でこの本、これですね、まだ読んでないですよ、まだ読んだことないです。僕も読書サロンに入ってるんですけど、岡崎克弘さんの、その岡崎さんがおすすめしてた尾藤克幸さんの頭がいい人の読書術ですね。この、多分速読本だと思うんですけど、その速読本を瞬読したいなと思ってます。速読本を瞬読したいなと思ってます。でも、速読本かどうかも分かんないです。申し訳ないですけど、もしかしたら読んだら速読本じゃないんかもしれないですけど、まあ、1冊10分でインプットし、30分でアウトプットする技術ってあるんで、もしかしたら速読本かなと思って、僕はこの本を、ちょっと岡崎さんのおすすめもあったんで購入しましたということで、今からこちらの本を僕はね、3分で読みます。3分で読んで、それを、その後に実践でアウトプットしたいなと思ってます。ちょっとね、ちょっとお水飲みますね。ああ、ドキドキするんですよ。見られてるっていう緊張感っていうのはあんまりね、瞬読には良くないんですよ。リラックスした状態でやらないといけないんで。でもやります、やります。
はい、終了ですね。ふう、終了。はい、ね、ちょっとね、今頭の中でね、尾藤さんの言葉がね、ダンシングしてますよ。尾藤さんのお言葉が、お会いしたことはないんですけど、はい、じゃあちょっとね、3分間測ってね、アウトプットしたいなと思います。できるかな。絶対にできる、絶対にできる。はいはい、やりますね。3はい、まずこれ頭がいい人の読書術ということで、まあ、1冊10分でインプットし30分でアウトプットする技術ということを、いろんな具体的な実践方法とかも踏まえて書かれた本です。はい、ということで、これここ置いとこうかな。こちらを置かせていただいて、まず言ってたのは、何のために読書するのかって、その目的を明確にすることが大事だと。その目的によって速読すればいいのか、もしかしたらゆっくり読めばいいのか、より精読っていう読書法、いろんな読書法があるんですけど、目的によって適切な読書法を選んだ方がいいと。3分で読むのもありやし、2時間かけて読むのもありやということです。で、その目的、何のために読むのかっていうことを考えた時に、やっぱりその何かを得たいっていうゴールがあるわけじゃないですか。その早く読むのがゴールじゃないんですよ。何かを得ることが目標なんで、そこに自分が得たいことをに焦点を絞って本を読むっていうことがすごい大事だということがまず一つです。ありました。で、そもそも全てのページを読む必要はないということですね。その目的を得るための手段なんで、全部のページを読むことが目標じゃないし、一言一個覚えることも目標ではないということなんで、その目標に合ったところだけ集中して読むと。そこだけゆっくり読んで、あとは読み飛ばして別にいいんじゃないかと。目的がね、達成するんで、それでいいんじゃないかっていうお話もありましたね。それ以外は、やっぱりリラックスして読むことがすごい大事なんで、リラックスできる状態を自分で作ることが大事。例えば寝る直前に、SNS をやったり PC とかやったりスマホを見てると、やっぱ集中力が悪くなって、つまり睡眠の質が下がるんで、そうすると効率が悪くなるから、読書の質もね、悪くなるんで、常にリラックスして自分のパフォーマンスが発揮できる状態を作ることも大事だっていうことを言ってました。行ったり来たりするんですけど、あと読んだ後に、Twitter とかで発信する、読んだことの内容を発信するっていうことが大事だと。アウトプットですよね。ただツイッターでもリツイートするんじゃなくて、何かコメントをつけてリツイートとかすることで、自分の持ってる体験と結びつけて、その得た情報が、インプットされるんで、そのただリツイートとかじゃなくて、何か一言コメントとかを言ってこう発信するっていうのもすごいおすすめしてました。それ以外にはですね、何だったかな。音読はしないってことですね。さっきの瞬読と考え方は同じですけど、音読のスピードってやっぱ遅いんですよね。音読するっていうトレーニングをやっぱ小学校からずっと受けてきたじゃないですか。それっていうのはね、まあ、なんでそれをやってたのかって僕分かんないんですけど、それで読んでたらやっぱ遅いんですよね、読みながら。だから音読をせずに、もう自分が得たいキーワード、目的に沿ったキーワードをボンボン取って、読んでいくことがいいじゃないかっていうことですね。それ以外はどんなこと言ってたかな。いっぱいあったんですけどね、ちょっと落ち着きますね。それ以外は、そうありましたね。それさっきも言ったかもしれないですけど、気になったところはゆっくり読むとか、あと線を引くっていうのもすごいおすすめしてましたね。線を引く、そして書く、読んだこと、キーワードを書くとか、気に入ったセンテンスを書くっていう作業もより深く脳裏に刻み込まれていくんで、それもおすすめしてましたね。今、3分経ちましたけど、もうちょっとやりましょうかね。もう3分ぐらいできますよ多分。はいはい、ということとかね。あとはね、何やったかな。あれな、さっきまで出てきてた、ここに出てきてたんですよ。なんやろ、あとはこう回ってた時に出てきたことやから、どんなことあったかな、どんなことあったかな。あったあのね、これよく言う、忘却曲線ですよね。1時間とか1日経ったら、1日で得た情報とか読んだ情報の 70% ぐらい忘れるっていうふうに言われてるんで、1回ゆっくり読むよりも、短い時間、ここで言ってるのは10分を推奨してるんですけど、10分を何回も読む、1時間以内に読む、ちょっと忘れそうやなと思った時に読むといいんじゃないかってことですね。反復学習です。そう、ゆっくり読むよりも回数を多くした方がいいんじゃないかってことですね。そんなところかな、パッと出てくるのは。はい、またね、出てきたらその都度言うんですけど、まあ、こんな感じでね、大体今ね、1分、さっきの3分アウトプットで、今回1分なんで、大体4分のアウトプットをさせていただきました。はい、で、今ね、この僕、瞬読でやったアウトプットなんですけど、この本の情報
が正しいかどうかっていうのは実際読んでいただきたい読んでいただきたいんですけども、とりあえず僕が今3分で本読みました。本を読んで、その3分で得たことを、4分のアウトプットをさせていただきました。はい、実際いかがでしたでしょうか。どうだろう、僕としてはその3分で得られる情報としてはすごい有意義な時間を過ごせたんじゃないかなと思ってます。はい、ということで、どうでしょう、半年瞬読トレーニングをサボってたんですけど、力は衰えてないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。はい、ね、忘れないんですね瞬読って。多分衰えてないんですよ。多分半年前に撮った動画と一回見比べてください。そこも3分で読んで、だいたい4分ぐらいのアウトプットをしてるんで、その時と見比べてみていただいたらちょっと分かると思うんですけど、多分半年前と今ってそんなに衰えてないんですよね。これすごいですよね。これすごいですよね。瞬読って一度身につけたら、多分ですよ、まだ半年しか経ってないんですけど、多分ですけど忘れないんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、もちろん1年とか2年とか経ったらちょっと忘れるんでしょうけど、なんていうか、いわゆるその多分自転車の乗り方、自転車って半年乗らなくても、まあ、当たり前のように乗れるじゃないですか。ね、1年経ったとしても、まあ、当たり前のように乗れたりすると、まあ、ちょっとね、ちょっとビクビクしないですよね、自転車やったら。まあ、当たり前にできてしまうんですよ。でもね、テストの前、テストの1日前に一夜漬けで覚えた情報っていうのは多分ですよ、半年経ったら忘れてるんですよね。だからそれっていうのは本当に脳のどこを使ってるかっていうことで、一夜漬けの勉強っていうのは左脳っていうものすごいちっちゃいスペースにいろんな情報をガッて入れてるもんだから、そこの情報、また1日だったら新しい情報がその左脳にやってきて上書きされて、忘れちゃうんですよね。これ左脳で読むっていうのはそういうことなんですよ。本を読んでもじっくりゆっくり読んだとしても、左脳を使って読んだとすれば、そこの左脳に置ける情報、左脳に置いとける情報っていうのは限られてるんで、また新しい情報で上書きされていくんですよ。だから左脳ではなくて右脳の方がもっともっと高速に処理できて、もっともっと大容量を貯蔵できるんで、左脳ではなく右脳で読むことでね、すぐには引き出せへんかもしれん、引き出せないかもしれないけど、一度覚えたことはずっと使えるようになるということです。だからたとえ3分という読書でも、ずっと覚えている自分にとって使える知識になっていくというふうに思ってます。だからやっぱりその左脳で読むっていうよりも右脳で読むってことがすごい大事かなと思ってて、で右脳で読むことで一度身につけたスキルを忘れない、半年間トレーニングをサボってても忘れないっていうことがありました。なんででもただ右脳で覚えてたら、一つ難点としたら、すぐに引き出せないんですね。なかなか自転車の乗り方を説明してくださいって言われても、すぐに言葉でなかなか出てこないですか。自分はできるんだけど、説明するとに時間かかりますよね。スリーポイントシュート、めちゃめちゃ上手い人にスリーポイントシュートの教え方教えてくださいっていうふうに説明しても、もちろん言える人はいるんですけど、自分ができるのとちゃんと言語化できるのは違うんですね。だから右脳で読むっていうのはすごい大事です。右脳で読むのは大事なんだけど、それをやっぱすぐに引き出せるようにならないと意味ないんですよ。だって使えないんで、何やったかな、使えないんで、自分はできてもそれ再現性ないんで、ね、だから自分には再現性あるんですよ。人に何かを伝えるっていう点では再現性がないので、そう考えた時にやっぱり右脳で読んで左脳で引き出すっていうのを同時でやっていくことが大事ってことで、やっぱその僕はさ、アウトプットするっていうのはまさにそうで、右脳で読みました。右脳で読んだことを左脳で自分の体験とか経験とかちょっと踏まえた上で言語化をしていく。これで右脳と左脳がちゃんとグッとね、連携されてるってことなんですね。だこれをすることで右脳で読んだことがすぐに引き出せるようになる。だこれが瞬読がよく言ってる3分で読んで 99% 忘れない読書法術っていうのがまさにそれにあって、ちゃんと読んだことがすぐに引き出せる知識、知恵、そしてその人の糧になっていくということですね。糧っていう言葉はおかしいかもしれないですね。はい、ということで、はい、今日はこんな感じでやりました。今日のテーマはね、瞬読半年間トレーニングをサボっても、その効果は持続するのかというテーマの、検証動画でございました。まあ、こんな感じでね、ミスターおかっちのチャンネルでは、人生とか仕事とかビジネスにちょっと意味のあることを配信してます。よかったらチャンネル登録をお願いします。こちらですね。で、よかったらこの動画終わった時にいいねボタンとか押していただいたり、コメントね、何か一言でも載っけていただいたら嬉しいです。全部見てます。まあ、そんな感じでね、ちょっとね、瞬読サボってたんですけど、また読書を再開したいなと思ってます。瞬読トレーニングやってた時は一月ね、500冊ぐらい読んでたんですよ。500冊を半年続けてたんで、大体半年間で、本をね、1トン読んだんですよ。すごいです。ちょっと1トン本読めたんで、今ちょっとサボってたんですけど、まあ、月100冊
まあ、ちょっとこうね、今日のこの機会をきっかけに次100冊とか1日、週に1時間だけ読書の時間を取って20冊を読むっていうのを、まあ、毎週1回やって月100冊読むということをちょっとね、目標に掲げてそれもやっていきたいなと思っております。そんな感じで皆さんお付き合いいただきましてありがとうございます。さよなら。 See you。 嫁た。